エルビン・ホッファーは、オーストリア・バーデン・バイ、ウィーン出身の同国代表サッカー選手。FC アドーミラ・バッカー・メイドリング所属。ポジションはフォワード。2004年、17歳で当時オーストリア・ブンデスリーガに属していた、FC アドーミラ・バッカー・メイドリングで、プロデビューを果たす。2006年6月に、同リーグの名門、SK ラピード・ビーンに移籍。 2007から08シーズンにはスタメンに定着、出場29試合で10得点9アシストを記録し、リーグ優勝に貢献する。オーストリアで将来が最も期待される若手の一人となった。2008から09シーズンには、ステファン・マイヤー・ホーファーと共にゴールを量産。34試合に出場し、27得点10アシストを記録。優勝には手が届かなかったものの、 クラブの攻撃サッカーを支えた。2009年7月、推定500万ユーロの移籍金で、セリエ A、SSC ナポリへの移籍が決定した。これは、アンドレアス・イバンシッツが、ラピード・ビーンから、レッドブル・ザルツブルクへ移籍した、際の400万ユーロを上回り、当時のオーストリア史上最高額の移籍金となった。2009から10シーズンは、ファビオ・クア,アレラ、エセキエル・ラベッシ、 ヘルマン・デニスらの画像を崩せず、8試合の出場に、終わり先発出場は一度もなかった。2010から11シーズンはブンデスリーガに昇格した、1、FC、カイザースラウテルニエレンタル移籍した。2017年9月12日、ベルギーファーストディビジョン B のクフコ・ベールスホット、ビル・レイクと2年契約を締結した。2019年8月8日、 FC アドミラバッカーメイドリングに復帰した。オーストリア代表の各世代で UEFAU-19 欧州選手権3位、FIFAU-20 ワールドカップ準決勝、進出などを果たし、20歳で A 代表に初招集される。また時刻開催となったユーロ2 0 0 8ではメンバー入りの到落戦場にいながらもリーグ後半戦の校長を買われ代表入り。 最終戦のドイツ戦にフル出場している。ありがとうございます。